チェンジの時ガンサバイバーストーリーおはようございます八木崎ですガンは日本人の二人に一人がかかると言われる身近な病気ですこの番組ではガンと戦う皆さんとともに今と未来について考えますガンと向き合う中で気持ちを前向きに変えることができた瞬間チェンジの時についてお話を伺います この番組は小野薬品工業と日本対岸協会の提供でお送りいたしますおはようございますチェンジの敵、ガンサバイバーストーリー早速ゲストの方をご紹介しましょうチリッシュの松崎悦子さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いいたします今日はオレンジの鮮やかなセーターをお召しになっているんですがはい 相変わらずお綺麗で華やかでいらっしゃいますねます <laughs> 今日はラジオなんですが映像でもお送りしているので、はい、よかったらあの動画の方もご覧いただけたらと思います、はい、プロフィール簡単にご紹介いたします松崎悦子さんは愛知県のご出身で学生時代にアマチュアバンドチェリッシュに参加1971年なのにあなたは京都へ行くのでデビュー 1973年「天ントウのサンバ」「白いギター」などが大ヒットして数々の音楽賞を受賞紅白歌合戦にも出場を果たしましたその後もコンスタントに新曲を発表しながらテレビやラジオでも活躍現在もコンサートを中心に音楽活動を続けていらっしゃいますそんな松崎さんですが2019年7月に胃がんの診断を受けていらっしゃいます 体調のの変化を感じたたはいつ頃かからだったんでしょうかそうですね19年の、まあ、コンサートがすごく忙しくて初め頃かからもう疲れれが取れなかったんですね、はい、それでかかりつけのお,お医者様にあのビタミン剤とかなんかお薬ありますかってお聞きしたら「まあ、そんなに疲れが残ってるんだったら一度検査しましょうか」って言われて、はい、そして胃カメラを飲んだんです。 でもうその先生が見つけてくださらなかったらもうごく最初だったもんですからなんか影が少しまあ見逃すような感じの影だったらしいんですけど影っていうか色がちょっと変わっててそれを見つけてくださってで大きな病院に行って「検査しててくださいって言われたんですよでがんかもしれません」って言われて「えっ?」と思ってま 癌って言うとなんとなくこうやっぱりもうダメなのかなっていうまだまだそういうイメージがねこびりついてますよね、はい、そうですそうですね、うん、もうあの本当に二人に一人かかる時代ですけどまさか自分のところだに来て癌って言われてどうしたらいいんだろうって頭よぎってで病院に行くまで三日間ぐらいあったんですけど、えー、そん大きな病院に。に 私今何したらいいんだろうもしかダメだったら何したらいいんだろうって家のことはもうだいぶファイルには残してあるんですけど、えー、ひょっとしたらっていうこともあって<ー>それがなんかこうまずその診断を受けた時点で万が一のことをやっぱり考えてしまい、はい、何を整えておくべきかみたいなところも本当にこう覚悟して考えられたんですねそれはもう頭がぐる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 回って、うん。 ま、あの自分があのどう,こうなるっていうよりもあの家族のことがどういうふうにこう受け継がっていいのかなって思うことが先でしたね私は。 それもその初期だって言われても、そういうこと関係なく、やっぱり癌っていうふうに言われると、そういうふうになるのも。ね、理解できるというか、想像できますね。そうですね。その時は言われた時は初期って言われなかったものですか。あそうですね。詳しく検査をしてから。分かったんですよ。あ、そうですよね。はい、でも、体調が悪いっていうだけで、その胃カメラになり、それが胃癌になるとは。本当に想像できなかったんじゃないですか。思ってなかったです。もう、あの。 体があの優れないっていうのは気分がまあ年のせいもありますよね、うん、若い時だったらもう寝て次の日は。 まあ疲れたなと思っても次の日元気になるんですけど、えー、まあ年のせいで徐々にこう蓄積されたあの疲れっていうのがありますからもうダレッコになってまんかねもう加齢ってそういうものかなっていうので,そうです、ね、やり過ごすことも多いと思うんですけれども、はい、あの胃が痛いとかお腹周りが何か不調を感じるとかっていうことではなかったんですかい、えー、いやそれはなかかっったですね若時らちょっと えー、神経性胃炎とか胃<ー>液が濃いとかっていうのは言われてましたけど。 それは全然なかったんですよ、まあ、万が一のことを考え少しこうパニックにもなりながら何を整えるべきかって考えられたっていうことなんですけれども、はい、こう落ち着こうと思われたきっかけみたいなのあったりするんですかね息子の家族があのアメリカにロスに住んでてたまたま家族全員で帰ってきてたんですよ、はい、それで下の孫があの七五三のお祝いをするっていうんで だからわ割にあの考える時間があんまりなくて、はい、平常心でいられたんじゃないかなって。ああ もう家族が集まると女性は忙しいですもんね、はい。ええ、もうだからありがたかったんです。<laughs> 考える暇がなくて<ー>。<laughs> そうですか。じゃあ検査行くまでの間はやはりいろいろ考えられたということで、はいええ、実際その検査受けられての診断結果っていうのはどういうふうに言われたんですか。はい、そうです。まあ手術をしてあの詳しいことはわかりますけど今の段階では初期みたいですって言われたんで、はい、ちょっと安心をしましたけれども、であの。 まあ手術は後でもいいですよって言われたんですけどなんか気持ち的にね早くしないとなんか気が焦りますしだから言われてあの1か月ちょっとぐらいですねあの決断して手術をしました、はい。そうなんですよね7月に診断を受けられて、はい 8月,8月ですね。はい、だから、これと早く手術に至ったということですよね。はいはい、で、これは来週また詳しくお話ししようと思うんですが。はい、あの、初期で見つかりながら、全敵ってことになったんですよね、はい。そうなんですよ。あの、私のがんは。あの、印鑑細胞癌っていう癌で。 なんかあの私も詳しく説明を受けたんですけどなかなか理解があの外の方になんかこう細胞が幹細胞がこう、えー、進出していく可能性もあるし<ー>っていうこともあったんですけど私15年ぐらい前に水槽に腫瘍ができまして<ー>その半分切ってるんですね語尾のところを。<ー>でそのインシュリンの関係もありますしいろいろな問題があって。 で胃を3分の2取ることも可能だったんですけど全摘の方が後々いいでしょうっていうことであの先生の判断であのお任せしてじゃあ全摘の方がいいですねっていうことで全摘だったんですよ。普通の癌であれば初期だったらその部分を取ればいいんでしょうけど。 なるほど。その前にされた手術の影響もあり、全、はい、摘っていうことになったんですね。はい、まそれはその癌って診断される怖さもありますけれども、<っ>胃を全部失うかもしれないっていう怖さはどうだったんでしょうか。そうですね。もう今から考えると怖いっていうよりも、はい、もうお任せして先生の判断に、もう信用してお願いいたしますと。 っっていう,ふうにしかなかなたですね、まあ、あのお世話になってるねずっと何十年もお世話になってる胃ですからどのような構造になってくるかそれが心配でしたけどでももう決断しましまたあそうですか、えー、あのセカンドオピニオンとかまた他の、はい、そのできるだけ胃を残そうとかっていう、ええ、違う,なんていうんですか道を、ええ、あの探ってみようとかそういうことも 特にされなかったんですねたまたまね、あのー、昔から恋にしてる先生方と登園にあたるせ、まああのー、医師なんですけどみんな仲間で<ー>もう若い時からの皆さんの仲間が<あ>あの名古屋にいたもんですからだからあの東京でどうですかって誘われたんですけどやっぱり地元で安心感で。 その方々がチームを組んで。見てくださったもんですから。だから、セカンドオピニオンとかも全然。考えなくて。あじゃ、そのお仲間から、最初から信頼できるお医者さんに出会えたっていうのは、でも、良かったですね、はい。そうですね。精神的にも、やっぱり。いいですね。うすねどうでしょう。ご家族の皆さんには、どういうふうに説明されたんですか。はい、いや、もう、あのー。まあ、息子も、あの、娘も。全員いましたから、そこで。 話をしましたけれども、もう泣けるとか、涙が出るとかっていうことはあまりにもショックでなかったですね。あ、そうですか。はい、声は震えてたと思いますけど。<laughs> ご自身で発表されて、<laughs> はい、もう家族に話をしました。家族の反応はいかがでしたか。うん、あ、そうなんだっていうことで、あの前の方があの娘とかあの息子のお嫁さんとかがみんな泣いてましたけど。 でもまあ頑張るのは私ですから、まあ、どんなふうでも受け止めようかなと思ってなんかこう穏やかに強さを感じる悦、はい、子さんでいらっしゃるなあと思うんですけれども <laughs> いや<の>もう強くいなければねまあ,あの一つは子どもも、まあ、自立いたしましたしあの無事にここまで来れたっていうのがあの欲張っちゃいけないなと思って。あの 定めっていうのをカチッとこう受け止めなければ贅沢は言えません <laughs> <laughs> その強さの秘密って何でしょうか <laughs> ショックが強いっていう時はなんか動揺あんまりしないのか逆に自分自身であわりに冷静にいられるなっていうことは不思議な感じでした 7月に診断を受けられましてそして8月20日に手術が行われたということで、はい、その手術の後の経過については来週たっぷりとお話をいただけたらと思います。はい <laughs> お送りしてきましたチェンジの時ガンサバイバーストーリー番組では皆さんからのご意見や感想をお待ちしておりますいつも丁寧なメールをたくさんいただきましてありがとうございます読ませていただいておりましてより良い番組作りのために参考にさせていただいておりますメールアドレスは小文字でチェンジです CHANGE アットマーク a、e、b c 一1八ドットコム 抽選で番組オリジナルクオカードやガンサバイバーを支える一冊ドクター柿添公文万有紀をプレゼントいたしますまた今日のトークの様子は LINE LIVE 公式アカウントそして ABC 公式 YouTube で動画配信もしています番組ホームページでは過去のアーカイブも全てご覧いただけますのでこちらもぜひチェックしてみてください チェンジの時ガンサバイバーストーリー来週もチェリッシュの松崎悦子さんをゲストにお迎えしてお送りしますお相手は八木サでしたこの番組は小野薬品工業と日本対岸協会の提供でお送りしました